マッチんのことまあ、あれは。まず一つ、週刊誌に対しての、みんなの見方、考え方が変わるでしょうね。週刊誌も本当に厳しい目で見られるようになるでしょうね。より、ちゃんとした取材をせざるを得ないだろうし。 今回いろんなことが明らかになってきたことがありますから、その辺は僕はここでは言いませんけどね。あの、徹底的に、まあいいや、それは言わんといておこう。うん。まあ、まっちゃんね、どうなるかは、それは誰にもわからないけど、あの、何でも、今までは、これも何回言ったけど、女の子が、 正しくて男の人が悪いっていうのが前提でね、今まで何でもなったけど、その前提がちょっと変わるというか、もしかしたら女性の方がっていうふうに、えー、雰囲気がちょっと出るようになるでしょうね。あとなんかわかんないけど、初対面であった人とは、そういう性行為に当たっちゃいけない風潮。<laughs> <laughs> ワンチャンとかよく言ってたのが法律で禁止されるんじゃねえかみたいなね <laughs>。ありかねないよね。俺なんかもう、そんなことも全く無理だもん。なんか女の子ってね、マッチングアプリじゃないけど、あったってさ、真面目な話しかしない、おっかなくて。本当でも勉強になるのよね。知らない話聞いてんの。あのー。 マジ、楽しかったわ。で、俺、そのね、性欲ない話したじゃん。で性欲ないから、男性ホルモンって性欲上げてたら、上がっちゃってさ、テストステロン十いくつになっちゃって。そこもうなんか、自分でやらなきゃいられないみたいな、これも良くないな、と。やっぱり落とそうと思って今落としてて。 そう、また今度性欲ないんだよね。<laughs> ないとだメ、だメ、ワンナイトラブがダメな世界だな。そうなんです、そ,なそんなのって夢がなくねみたいな。全部そういうふうに持っていきたい。それが正義だと思ってるんですかね文集監視の人たちはね。怒るんだよ、だって。答えないと。正義がないって言って、正義がないって。 本当にね、対応が悪いとかね、何様っていう感じでしたからね、今まで。まあ、いろんなことがまだ起きると思いますよ。あの、週刊誌周りでは。うん。もちろんこういうことを言っていると僕も書かれます。うん、書かれたら、もう、俺もやろうかなと思って。だってネタいっぱい来るもん、俺だって。 ガーシーもさ、執行言うじゃん一緒にガーシーと一緒に何、何文春みたいなのを作ったりしてね。受 <laughs> けるかもしれないよ。もう、だって捕まらないで喋るでしょ、う、彼も。おそらく。だって、脅かさなきゃいいんだもん。こういうことがあるみたいですねって言ってたらいいんだろうでもね、俺基本的にも人の悪口とか、 そういうのを言うのが嫌だから、YouTube しばらくやんなかったみたいのもあるんで、あんまやりたくないけどね。うん。週刊誌を監視する週刊誌が出てきそうって売れないよ、そんな。<laughs> 週刊誌を監視する人は出てくるかもしれませんね。でも週刊誌の人たちのスキャンダル暴いても誰か聞きたいですか <laughs> 習慣へ別、自俺は自費出版で作ってみようとしたら。まあね、悪口と違うとは、悪口は違うと思うかもしれないけど、人と人が争うような話が多いじゃんなんか。それが嫌だなっていうふうに、俺は思ってるんですよね。 でも、そんなことだってあんお前も前までやってたじゃんって言われたら、やってたかなっていう気もちやってたつもりないんだけどなで俺悪口言ってるとめ、じゃなくてなんか、仲いい人がほとんどだったから、仲いいと思って言ってた人がなんかさ、気に入らないみたいなことも言われたけどさ。ガーシーの配信ね。ガーシーっ配信できんのかな俺のチャンネルだったらいいのかな はい。松本人志のように女性が騒ぐが騒げば、それに乗っかって世間もメディアも大騒ぎする世の中どう思っていますか狂ってるわ。って言うと被害者がいるからダメっていう話になるんで、どう、どうなんて言うかもい。リンチだよね。何か人は、そのリ,リンチみたいなことをしているなと思うし、そこに正義、 感を持ってメディアや週刊誌はやっているんでしょうけど、被害者がいるからそういうふうにも言えるのかもしれませんけれども、うーん、そこまでする問題なのかどうなのか、なぜそれこまでの正義感を持つのかをいろいろ登場してきましたね。ちょっとよくわからんところもありますけどね。だって、それは週刊誌で書く以上やっぱりそれの社会的なさ、意味合いがなきゃいけないわけで、 うん、僕が、があれをやられたら、うわ、やっちゃったな、昔。そんなこともあったな、忘れちゃったな、っていうかもしれないしね。本当に覚えてないんだもん、みたいな。でもね、まあ俺はないと思う、自分で言うのもなんですけど。めちゃめちゃ面倒見がいいんで。<laughs> <laughs> そんでもね、わかんないよね。300人いたら1人ぐらい面倒見が悪くなっちゃって人いるかもしれないもんね。まっちゃんを復活させてくださいって言っほら、俺の仕事じゃないからね。俺会ったことないんだよ、唯一。ほぼ会ってんのに、誰も松本人さんだけは俺に紹介してくれなかった。 なんでって。俺の友達の中で富士テレビのさ、黒清水ってヘイヘイやってたからヘイヘイやってたからさ、紹介してるって、ね。いやちょっと前に紹介してると思う、万が一ハモられたら困るから。いや、ハモるの俺。いや、ハモる可能性はあるって聞いた方がいいやつだと思うよ、俺は。あ、いい奴なんだって。で、その昔、まっちゃんと付けてた女の子を知ってて、そいつにも聞いたんだけど、会うと思うよって言われたんだよね。 あそうなんだ。でもそのままずっと会う機会もなく、番組出たことあったっけな。なんか一回の、ワイドなショーに呼ばれたんだ、俺。でもとてもじゃないけど、人の評論するような人じゃないじゃん、俺。自分がなんか言われそうな人なのに、どんなとこ行けませんよって、やめたんだけど。あとあれも、酒のつばにかなんかも、オファーあった気がするな。 だから、今思えばやればよかったなって、思いますけどね。最近テレビ、またなんか出てって来てって、出てもいいかなと思って出ますけど、なんかは、なんだかはまだ言われませんけど、うん。